義母先生2、義母先生の皆さん、ハイサイ。さあ、流れていましたこのね、車内チャイムは一体何なのか、今週もいろいろ深掘りしますよ。義母レールスタート。大野山公園駅はこれ見えますか。大野山公園駅は大野山公園があります。それ以外にもあります。シェルラースタジアム、野球場あります。いろいろあります。もう中心駅ですね、那覇の人参。さがりよ人参交通量も多いですよ。33番ではい、この辺の公園駅に武道館もあります。沖縄といえば喜友名諒選手、空手ですね。沖縄発祥です。空手万歳。ジン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 コムジンミジンディさがりよ人参。来ました、乗ります。大野山公園駅はジンジン、という沖縄民謡が、使われてますね。いいですね。ジン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 酒屋のビリ、これ子供たちが沖縄で歌います。もうなんかこの、わらべ歌同様ですね。ジンジンというのはホタルのことをジンジンと言います。まあ、子供が使うようなその沖縄の言葉というかね、そういう言い方なんですけど、なんかこのホタル恋こっちの水は甘いぞみたいなやつあるじゃないですか。それの沖縄版だと思ってください。まさにそれですね。ジンジンが流れております。まあ、大野山公園駅っていうのはこれまででもその何ていうんですかね、この沖縄の地名とかいろいろやってきましたけど、奥竹山とか言って大野山っていう呼び方も面白いですよね。そしてこのジンジンも面白い、いろんな魅力たっぷりの大野山駅、今日もね、義母レールしました。また次週も行っちゃいますよ。楽しんでいきましょう。また来週。義母先生でした。